はい、それではね、今回は第3問の回答解説をしていきます。早速ね、問題文読んでいくと。と1、次の文章は血液、組織液、リンパ液について述べたものである。ね、この体、なんかこの今出てきたね、3つっていうのはね、体液っていう大きな括りの中のね、まあ3分類ですね。はい。で、文章中の下線部、A から O のうち1箇所を修正すると文章全体として正しい意味になる。修正する下線部と修正した正しい語の組み合わせを下の1から5のうちから1つ選べってことですね。はい。まあ一個一個順番に読んでいってね、ちょっと前後の文脈をね、まあ見ていきましょうか。はい。なんかこういうタイプの問題ね、高卒認定で出たの、もしかすると初めてじゃないですかね。こういう問題僕見た記憶がないですね。はい。いきましょう。はい。血液の結晶の一部が毛細血管から染み出たものが組織液で、合ってますね。これね。これ位置関係ね、ちょっと頭なんか入れておきましょう。ね。まず赤い線を2本書いてください。赤い線を2本書いて。ね。で、もう一個ね。あともう一個ね。ちょっと赤い線もう一個書いておいてください。これね。はい。ね。で、さらに、その後、まあ別に何色でもいいんですけど、まあじゃあ色を青にしておきましょうか。なんとなく。特に意味はないです。青にしてる意味は特にない。ね。で、この三つで囲まれたね。こんな、なんか、ね。三つで囲まれたところの中に、あ、これなんかもうちょっとなんか、ね、面白い感じに書きたいですね。はい。何言ってるかよくわからないと思いますけどね。もうちょっと面白い感じになります。はい。よいしょ。で、角度が悪いですね。もうちょっとね、この辺からこんな感じかな。で、こっち側も、こんな感じね。はい。で、この辺にね、丸を3つ書いてください。はい。ね。なんか発狂してるみたいな感じの絵が描けましたね。で、ね、ってなってますね。はい。叫びですね。はい、で、この叫んでるやつからね、この上の、この赤色の線描いたところ、ここね、まあ血管なんですけど、血管。あ、危ない。血管。ね、こっちもですね。で、あと、ここ。こっちはリンパ管ですね。リンパ管。ん？リンパ管。はい。そうですね。で、これね、血管のね、ところ流れてるのは血液ですね。で、リンパ管の中流れてるのはリンパ液。じゃあ、組織液ってどこなんやって言ったらね、この血管のとこからね、こう染み出してきた液体。ね。ね。こう染み出してきた液体。ね。これが組織液です。組織液。ね、血管から染み出てきた結晶が組織液として、組織の間のところね、ちょろちょろっと流れていって、その後ね、この流れていった組織液はリンパ管に入るか、もしくは血管に入るか、どっちかになるというわけですね。ないです。この血液はね、組織液にね、部分的に組織液になって、その組織液はね、まあ、リンパ液になったりとかね、また血液に戻っていったりしますよっていうことですね。はい。なんかね、こうなんか上からワカメが垂れてるみたいな感じで、なんかものすごく怖い感じですね、この絵はね。はい。ちょっとね、印象深く残るんじゃないかなと思います。はい。で、その後、この中には毛細血管の壁を通り抜けた白血球の一部も含まれる。まあこれ含まれるんですね。白血球、のこにょこにょこと出ていきます。これね、仮に分からなかったとしたらね、一回ちょっと飛ばしておいてください。後でね、絶対おかしいっていうのが出てきますから。はい。で、また、組織液に含まれる、酸素や養分は組織を作る細胞によって取り込まれ、その一方で細胞の働きによってできた老廃物が組織液中に排出される。そうですね。この組織液はこう流れていって、酸素とかね、養分を供給しながら、ここでね、細胞から不要物をね、回収するんですね。回収して血管に放り込んでいくという感じですね。で、血管とかね、リンパ液に放り込んでいく感じですね。で、その後、多くの組織液は毛細血管に戻り、静脈血となる。が、一部はリンパ管に流れ込み、リンパ液となる。リンパ液は何とか、リンパ液は何とかじゃない、リンパ液は肝門脈につながる、リンパ管により、再び血液と合流する。この一番最後おかしいんですね。肝門脈じゃないですね。ね、つながる場所。ね、リンパ管がつながる場所。リンパ管ってつながる場所は、ね、これ覚えてるかどうかですよね。左
鎖骨か、静脈、脈に繋がってるんですね。ここら辺ですね。この辺、この辺、この辺のね、とこにリンパ管、まあね、リンパ管が集合して共管っていうのになるんですけど、ね、胸下って書いて共管ね。この共管がこう左鎖骨間静脈に刺さってるような感じでね、まあひっつく、合流するというわけです。はい。ということですから、まあこのね、結合で入っていく場所がおかしいんですね。関門脈じゃなくて左鎖骨下静脈だよってことで、関門脈が間違ってて、修正した正しい号は静脈っていうね、回答の選択肢になっている5番を選んであげればいいですよってことですね。はい。OK ですか。じゃあ次、問2番いきますね。問2番。図1は尿を生成する構造上の単位を模式的に示したものである。また、図2は腎臓の断面を模式的に示したものである。ね。あ、その腎小体って書いてありますね。下に、ね。腎小体。まあ、これ、括弧ネフロンですね。はい、で、腎小体、丸ピギ小体。ごめんなさい。丸ピギ小体。はい。で、次。図1の腎小体、丸ピギ小体の、で、血液がろ過され、再尿管、腎細管で再吸収されて尿が作られる。腎臓で図2の A から C のうち、腎小体が多く存在する部分はどれか、また血液中から原尿へろ過されるものはどれか、正しいものを下の1から5のうちから1つ選べってやつですね。はい。まあ、腎小体がどこにあるかなっていうのはね、まあこれはもう、ね、腎臓のどの辺にあるかなっていうのを覚えておくしかないですね。腎臓があったら、ね、腎臓こんな風に書いてあって、ね、こんな風に書いてあるでしょ、ね、で、この、ね、皮の部分ですよ、皮の部分。ね、これ、ちょっと、こう回転させたら、こんな感じじゃないですか。ね、ね、なんか、皮で包んだおまんじゅうみたいな感じするでしょ、ね、そのおまんじゅうのあんじゃなくて、あんの部分じゃなくてね、この真ん中の部分じゃなくて、皮の部分ですよ。こっちに、腎小体はあります。これ覚えておくしかないですね。はい。で、腎小体はここにあるよってことで、これ選択肢としては、A ですか ?A。A ですね。はい。A。で、さらに、その後、何ですか、ろ過されるものか。ろ過されるものは何ですかってやつですよね。ろ過するの。一応書いておきます。ちょっと簡易的な書き方をしますけど、あ、間違えた。降りてきてくれない、降りてきてくれないと困る。よいしょ。はい、こんな感じでいいかな。これ血管ね。で、この血管がね、血管のところのこれちょっと毛細血管が集まったね、糸球体って言われる。糸玉体、糸玉って書いて、糸玉体って書いてね、糸球体ですね。からね、膨満のに向かってろ過されるんですね。で、ここにろ過されるものはグルコースとかアミノ酸とか、ね、あとは水とか無機塩類とか尿素とか、ね、そういうのがろ過されてくるんですね。で、さらに、その後、腎細管、ここ腎細管ね。腎細管、まあ、再尿管からね、毛細血管に向かって再吸収が起こるんですね。水とか、ね、グルコースとか、無機塩類とか、ね、アミノ酸とか、ね、そういうのが再吸収されていく。さらに、その後、集合管からね、血管に向かってね、毛細血管に向かってね、また水がね、さらに再吸収されたりするというわけでしたね。で、最終的に尿ができますよ、っていうのが流れでした。ね、ろ過されるのは何ですかってね、まあそこの選択肢で言うと血球かグルコースって言われてますから、グルコースですね。はい、グルコースがここでね再吸収されるんですね。はい、グルコース、はい、っていうのはわけで、 A グルコースっていう回答の選択肢になっている1番を選んであげれば OK ってことですね。はい、これね、ろ過されないやつの代表例も覚えておきましょう。ろ過されないやつの代表例ね。タンパク質と血球ね。
タンパク質と血球っていうのはものとしてね、サイズとしてでかいから、このろ過されないんですよね。ろ紙ってさ、あの科学でやりますよね、なんかろ過する時の最後のろ紙に通してってやった時に、その粒の大きいやつっていうのは上の紙に引っかかるでしょ。それと一緒ね、この粒の大きなね、血球とかね、タンパク質、タンパク質って高分子ですから、かなりでかいね、高分子ですから、そういうのはここのね、網目のところに、ね、引っかかって、ね、下に膨慢の方に抜けてこないんですね。はい、ってことで、問1番、問2番と終わりと、ね、はい、はい、答えは1番でした。問2番、はい、じゃあ次問3番いきましょう。よいしょ。問3番、次の文章は血液の凝固反応について述べたものである。文章中のカートキーに当てはまる5の正しい組み合わせを下の1から5のうちから1つ選べ。回答番号は13。ちょっとスピードアップしますね。血管が傷つくと血液凝固因子が活性化される。この血液凝固因子の働きによって、血液中の何とかが形成される。さらに何々が、何たらが血球と絡み合って何たらが形成されて傷口が塞がれるってやつですね。ちょっと黒板変えますね。はい。これね、しっかりとね、ちょっと流れを覚えてください。流れをね。問3番。血液凝固ですね。ね、血液凝固いきましょう。はい、血液凝固は、CA2 プラスと、血液凝固因子。あ、血小板因子か。血小、板、血液、ちゃう、あってる、血液凝固因子で合ってます。血液凝固因子。血液凝固因子。凝固因子。因子。で、トロンボプラシン。の、この3つが合わさって、プロトロンビン、プロトロビンに働きかけてトロンビンができて、で、このトロンビンが、フィブリノーゲン、ノーゲンに働きかけてフィブリンができるんですね。この流れ大事ですね。はい、この流れしっかり頭の中に入れておいてくださいね。で、ってことは、まあ最後にできるのはね、形成されるのはフィブリンができる。で、フィブリンと何が絡み、血球がね、絡み合って何ができるんですかって言ったら、これできるものは、これ覚えておくしかないですね。血平ですね。血平。あ、やばい。餅って漢字書けないのにな。僕。血平。ひらがなで書いてますよね、こっちも。そうですね。はい。ということで、答えはね、フィブリン、血平っていうね、回答の選択肢の、回答の組み合わせになってる選択肢を選んであげればいいよってことで2番ですね。はい。じゃあ次、問4番いきますね。はい。図3は脳の断面を模式的に表したものである。図3の D と E のうち、観音の位置はどれか。また観音に関する文の空から項のうち、適切なものは次のうちの、適切なものはどれか。正しい組み合わせは下の1から5のうちから1つ選べ。回答番号は14ってことですね。はい。観音の位置、D、E どっちですかって言ったらね、まあこれはもう覚えておくしかないじゃないですね。はい。D の方が観音ですね。D が観音。が D。じゃあちなみに、E の方は何ですかって言ったらね、これ E の方は円錐ですね。円錐、円錐。ですね。はい、あ、CF っていうのは参考って意味ですよ。はい、で、あとその後観音に関する文、下の空傾向のうちどれが正しいかなってことですね。じゃあ空まず読んでいきましょう。脳下垂体前葉の働きを調節するホルモンを分泌する。そうですね、これ合ってますね。はい、なんとかなん、こう例えばね、甲状腺刺激ホルモン、放出ホルモンとかありましたね。ああいうのを分泌するのは観音ですね。観音、まあ視床下部ですけど、正確に言うと観音の視床下部ね。はい、ということで、てことですから空正解ですね。はい、ということで、D、空っていう回答の選択肢、組み合わせになってるやつを選んであげればいいよってことで、答えは1番ですね。はい。まあ、ちなみに、K、白血球の元となる細胞が多数存在する。これおかしいですね。これ骨髄ですね、あるのは。ね。造血幹細胞ですね。
はい、でその後アンモニアを、アンモニアを尿素に変える反応を起こす、これ肝臓ですね、オキシね、オルニチン回路ですね、さっきなんか言いましたね。で有害な物質を無毒な物質に変える場であるってやつですね。はい、で次問い5番いきましょう。次のページめくって問い5番、おおやばいね、問い6番まだあるんですね。はい、ちょっと長くなります、ごめんなさいね。はい、問い5番、最終ゆっくりしすぎました。次の文章は血糖量調節についての、について述べたものである。文章中の空欄サーから数に当てはまる5の正しい組み合わせを下の1から5のうちから1つ選べ、回答番号は15ってことですね。はい、いきますよ、下の文章。膵臓のランゲルハンス等は2つの仕組みで血糖量の変化を感知する。1つは肝脳の視床下部が血糖量を感知し、神経系を介してランゲルハンス等の細胞を刺激する仕組みである。もう1つは流入する血液の血糖量をランゲルハンス等の細胞が直接に感知する仕組みである。運動や絶食によって血糖量が変化すると。運動や絶食したらね、血糖量は増えますか減りますか、どっちですか。減りますね。減る。ね、血糖量が減ると膵臓ランゲルハンスの A 細胞が直接または何々によって刺激され、ね、ランゲルハンスを直接ね、あ血糖量減ったって感じて何かを出すのか、それとも、ホルモンを出すのか、それともね、さっき言ってた肝脳がね感知してね、膵臓ランゲルハンスにね、あるホルモンを出せよって言って指示を出す、ね、これは何を使うのかなって言ったら交感神経ですね。交感神経ね、だって交感神経って戦闘モードの、ね、神経でしょ。戦闘モードの神経ってことは、ね、こう戦う時、ね、動かないといけないでしょ。そしたらエネルギーたくさんいるじゃないですか。そしたら血糖量上げないとダメでしょ。エネルギーの元となる糖が必要なんですから、グルコースが必要なんだからね、血糖量を上げるために、ね、働くんですね、交感神経は。はい、でその後ホルモン何々が分泌される。膵臓ランゲルハンスと A 細胞から分泌されるホルモンはグルカゴンですね。グルカゴン、ホルモンに関してはね、ホルモンの名称、内分泌腺の名称、内分泌腺の場所と、あとホルモンの働きっていうね、4点セットでしっかり覚えてあげてください。はい。まあ答えはね、交感神経、グルカゴンっていう組み合わせになってるやつ選んであげればいいと。あ、まだか。まだ数があるか。で、グルカゴン。で、その後ですか。はい、まだ。ありますね、グルカゴンが分泌される、これは血糖量を何とかさせる仕組みの一つである。グルカゴンの働きっていうのはグリコーゲンの分解をしてグルコースの量を増やす、血液中のグルコースの量を増やす、つまり血糖量を上昇させるですね。上昇、まあ上昇増加ですか、今回で言うと増加減少で書いてますから増加ですね。はい、ってことで交感神経、グルカゴン増加っていうね、回答の選択肢の組み合わせになっている3番を選んであげればいいよってことですね。はい、はい、じゃあラストです、問6番。はい、長くなってますね、ごめんなさい。はい、問6番いきましょう。はい、問6番、次の文章は抗原が体内に侵入してから抗体が作られるまでの仕組みについて述べたものである。文章中の空欄性からターに当てはまる5の正しい組み合わせ、下に1から5のうちから1つ選ぶ、回答番号は16ってことですね。で下の文章読んでいきますよ。体外から侵入した非自己である抗原を取り込んだなんとかは、それを細胞内で消化し、その情報をなんとかに伝える、ね、細胞内で、ね、異物を取り込んで、抗原を取り込んで分解してね、部分的にね、あこんな抗原来ましたよってね、抗原提示をするやつね、って言ったら何かなって言ったらね、樹状細胞ですね。樹状細胞、はい、マクロファージもね抗原提示するんですよ。でもね、抗原提示のスペシャリストは樹状細胞ですからね、こいつスペシャリストですからね、はい、しっかり覚えておいてあげてください。はい、で次、この抗原提示してね、その抗原提示ね、こんな抗原来ましたよって知らせる相手はヘルパー T 細胞ですね。 T 細胞、はい、ね、であと最後、次にヘルパー T 細胞は何とかを刺激する、活性化された何とかを増殖して抗体産生細胞になり抗体を産生する。抗体産生細胞になる細胞っていうのは B 細胞ですね。ね、はい、 B 細胞、はい、ってことで、樹状細胞、ヘルパー T 細胞、B 細胞っていうね、回答の選択肢の組み合わせ、回答の組み合わせになってる選択肢は4番なので、4番を選んであげればいいですよっていうことですね。はい。
まあ、この、ね、流れはしっかりと、ね、頭の中に入れておいてください。絵を描いて、ね、頭の中に入れるようにするとね、この免疫の流れっていうのは結構覚えやすいかなと思います。はい、それではね、これで長くなりましたけど第3問の回答解説は終わりにして、次回はね第4問の回答解説をしていきますので、次の動画へどうぞ。